これから始まるのは食卓を彩る新鮮食材のプレゼンテーションプログラム。番組の後はぜひお近くのナイスへ。旬菜キッチン。この番組はいい暮らし届けたいナイスがお送りします。早く来ないかな、まだかな。宮野さんこんにちは。あ、風花さんこんにちは。ちょっとここ持ってください。はい。はい、じゃーん、旬菜キッチン放送200回記念。いつも美味しい食材を紹介してくれてありがとう。わー、放送200回。はい、嬉しいです ね。いや、これからも頑張ります。お願いします。今回は200回記念ということで、はい、なんと特別ゲストにお越しいただいています。どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。こちらはナイスノーサンバイヤーの栗田さんです。いつもお世話になっております。よろしくお願いします。今日は栗田さんと一緒にお届けしますよ。本日おすすめする商品はナイスおすすめ梨秋鮮です。梨の季節ですね。農産バイヤーってどういうお仕事なんですか？はい、農産バイヤーは店頭で扱う農作物を仕入れたり、どのくらい売れているかを管理したりする仕事です。各部門にバイヤーがいますが、農産バイヤーは農産物のプロとも言えますね。そんなプロがおすすめしてくれるのが、はい、こちらの大きな梨秋鮮です。こちらは秋田県のオリジナル品種で2012年にデビューしました。とても大きい梨で500グラムから800グラムほどの重さがあります。ジューシーで甘みが強く酸味が少ないのが特徴です。見た目でこれは秋鮮だなって分かりますね。それでは宮野さんご試食どうぞ。それではいただきます。このシャクシャクの歯触りがいいですよね。とってもジューシーで、そして甘いですね。一つが大きいですから食べ応えもありますね。オリジナル品種の梨、たくさんの人に食べていただきたいです。ナイスおすすめ梨秋鮮、皆さんもぜひお試しください。